皆さんこんにちは、佐藤ささらです。東海道五十三次の旅もいよいよ後半戦。東京モノレールが来ない方の浜松、静岡県の浜松市に来ております。浜松城は家康もいた大きなお城です。すごいですね。今は公園になっていたり、市役所が建ったりしています。ここで皆さんに本日の行程をお知らせしようと思います。浜松を出て最初に渡る大きな川は天竜川です。姫街道との分岐点の見附、袋井、掛川と東海道本線に沿う市街地を走りまして、次の日坂宿からは難所となる佐与の中山を越えていき、金谷へと至ります。大井川を越えて島田、藤枝、岡部と進みます。岡部とマリコの間は宇都宮峠と呼ばれる難所があります。とろろ汁で有名なマリコ、安倍川を越えれば静岡の中心地である府中宿になります。江尻、沖津を過ぎると富士山が見える名所、佐多峠を越えて由比になります。本日はここで富士山が見える時間までに着くのを目標に頑張って走っていこうと思います。よろしくお願いします。今の時刻は朝の8時です。すでに朝のラッシュが始まっているので、スムーズに市街地を抜けられるといいな。今いるところは東海道ではないので、まず東海道に合流しないとね。東海道に合流しました。浜松は大きな城下町でもあり、宿場町でもありました。偉い人が泊まる本陣は6つもあったそうですよ。普通宿場に1つくらいしかないのに、そんなにあるなんてすごいですね。明治になった後も浜松は工業地帯として発展してきましたが、戦時中に繰り返し空襲があったので、宿場町としての面影はあまり残っていないようです。人口は静岡市よりも浜松市の方が多いぐらいです。今はヤマハやスズキの工場がありますね。浜松といえば浜松餃子がすごく有名ですよね。戦後になって大陸から戻ってきた人たちが餃子を広めたのがきっかけみたいですよ。浜松や渥美半島ではキャベツや玉ねぎの栽培と豚の飼育が盛んだったので、これらを具に使っているのが特徴で、とっても美味しいんです。どうやら天竜川にぶつかったみたいです。ここは右かな。何やら看板がありますよ。ちょっと見ていきましょうか。ここ中野町は江戸へ60里、京へ60里、距離的にはちょうど東海道の中間なので中野町というみたいですね。右は火橋、船橋跡と書かれています。防衛上の理由や橋を架ける技術が未熟だったこともあり、昔の天竜川は渡し船で行き来していました。明治になって天皇陛下が京都から東京に移る時にはたくさんの船を並べて橋にしたみたいですよ。船橋は流されやすいので明治9年に完全な木の橋を作りました。後ろに見える鉄橋が昭和8年に完成するまで使用されたそうです。堤防道路って爽快感があっていいですよね。うふふ。岐阜県、愛知県、静岡県には大きな川が多くて、堤防は信号の少ない快適な道になってること多いですよね。でも爆走する車が多いような気がします。知りませんけど。鉄骨を越う斜めに組み合わせたような橋をトラス橋というみたいです。昔作られた橋はこういう構造が多いみたいです。鉄道でもよく見られますよね。今でも現役バリバリでこれを作った人はすごいなって思います。岩田の町に来ました。なんかこんもり盛られたものがあります。一体何でしょうか。一里塚の跡みたいです。一里塚は一里約4キロごとに設置されていて、旅人が目印にしたみたいですよ。塚と言いますけど別にお墓ではないし、中には何も埋まってないはずです。え、埋まってませんよね。一里塚はだいたいエノキの木が植えられていたみたいです。エノキは根をしっかり張るので崩れにくくする効果があったみたいです。でもここは松が植えられています。木の門みたいなのがあるので
ここからが東海道28番目の宿場、見附宿だと思います。なんかいい感じのお寺があるので寄り道していきましょう。この門は徳川家康が岩田に別荘として拠点を置いていた時のものを写してきたらしいですよ。江戸時代の門が今もそのまま立っているなんてすごいですね。徳川が東に進出するのに岩田は重宝されたみたいです。なんか凝った装飾がありますね。きらびやかというわけではないですけど味があります。構造はシンプルだし、ただの木って感じなので言われなきゃ貴重な文化財ってわからないかもしれません。それではもう少し歩みを進めていきましょう。見附宿の見附って宿場の端っこの防衛施設のことだと思うんですけど、ここの宿場は防衛上重要な場所だったのでしょうか。見附は水の近くって意味もあるみたいです。これより姫街道って書いてあります。ここから浜名湖の北側を進んで愛知県に行くルートもありました。浜名湖の南側は船を使わないといけませんし、新井の関所は厳しい取り調べを受けることで有名でしたから、姫街道はそれらを避けたいお姫様がよく利用したのでそう呼ばれるみたいですよ。天竜川は水深が深いので船で渡っていました。なので比較的渡りやすい川でしたが、それでも大雨が降った時には川を渡れなくなったため、見附宿は足止めされた人でにぎわうことも多かったみたいです。また木の門みたいなやつがあったので、ここで見附宿は終わりでしょうか。右に大きく道中のご無事をって書いてあります。嬉しいね。無事に東京日本橋にたどり着きたいです。松並木さんがたくさんいらっしゃいます。東海道を旅してるって感じがしてテンション上がります。昔の東海道はずっと松並木が植わっていたみたいですけど、電柱を建てたりする関係でほとんど切られちゃったので今はレアな存在です。愛知と静岡区間は中でもよく残っています。あれれ、なんか偏僻な場所に来てしまいました。ここは本当に東海道なんですか？よくわかりませんが、松が植わってるので東海道と信じましょう。松さんがめっちゃ傾いてますけど大丈夫ですか？あれれ、川にぶつかってしまいました。一体どっちに行けばいいんでしょう？よくわかりませんが多分右です。知りませんけど、めっちゃ砂利じゃないですか。やだ。向こうに見える橋を渡れば対岸に渡れるはずです。橋の向こうにたくさんの車が行き来している道がありますが、あれは国道1号線のバイパスです。なんで私こんな道走ってるんですか？っていうか、ここはカブが走っている道なんですか？走っちゃダメとは書いてないので多分セーフです。ここは太田川というみたいです。隣のバイパスを通れば浜松から袋井なんてあっという間に着いてしまうのに、でもなんだか冒険みたいで楽しいです。普段は走らないような道も走る必要がありますからね。綺麗な桜がお出迎え。何やら看板に東海道の勢いが書かれています。知らないと何の変哲もない道ですが、そこかしこに旧東海道の面影を残しているのは面白いですね。まもなく東海道27番目の宿場袋井宿に到着です。綺麗な菜の花が咲き誇る小川、ここが袋井宿の入り口だと思います。これよりで合ってますよね。袋井宿と書かれています。ささらちゃん大正解、やりました、えへへ。木の板に何か書かれています。秋葉さんというのは昔は大変信仰を集めていたみたいで、たくさんの灯籠が作られたんですね。考察場は人々が守るべき掟を書いてあった場所のことです。土手は川の水から宿場を守るとともに防衛の役割も果たしていたってことでしょうか。昔の人は川などの自然を最大限活用していてすごいなって思います。よく見ると宿場の入り口で防衛の拠点であったマス型っぽく作ってありますね。静岡県は東海道をとても大切に思ってくれていて案内が充実している気がします。静岡のあたりは名所が多いので楽しいです。交差点の向こうにも歴史公園みたいなものがありますよ。袋井宿場公園と書かれています。右手にはここはど真ん中袋井宿と書かれています。さっき天竜川でも真ん中って言っていませんでしたか？
黒いは江戸から数えて27番目、京都から数えても27番目、数としてのど真ん中なんです。天竜川のところは距離的な意味での真ん中だと思います。つまり東の方がやや宿場の数が多いみたいですね。東海道ど真ん中茶屋というのがあります。この時はコロナの関係で営業していないみたいですが、地元の方がお茶でおもてなしをしてくれるみたいです。東海道を旅する人としては感動的です。ここで袋井宿は終わりになるようです。あそこにも何か案内があるみたいなので、せっかくなら読んでいきたいですけど、時間が押してきているのでスルーすることにします。日が落ちるまでに佐多峠に着きたいですし、お昼ご飯でマリコのとろろを食べたいなって思っています。営業時間に間に合うかな。東海道の三大名物は桑名の焼きハマグリ、新井のうなぎ、そしてマリコのとろろ汁と昔から言うくらい評判がいいんだそうです。楽しみです。まあ間に合えばの話ですけど、道の両脇には松並木が続いていて、走っていて気持ちのいい道です。江戸時代の東海道ではもっとずっと続いていたみたいです。強い日差しをいい感じに遮ってくれるので最高です。立派な鳥居さんがいらっしゃいました。神社があるのでしょうか。でも見た感じ工場の駐車場みたいです。どういうことなんでしょう、よくわかりませんが、掛川市に入ってきました。掛川は新幹線の駅もある大きな町です。というわけで東海道26番目の宿場掛川宿に到着です。はあ、すごいね。掛川城は日本で初めて天守が木造で復元されたみたいですよ。リアルだね。そんな掛川城をきっちり防衛しないといけないので、東海道はすごく折れ曲がっていて、通称七曲がりというみたいですよ。早送りで通過していきましょう。トンネルであっという間に抜けちゃえるんですけどね。どこか趣のある集落は東海道25番目の宿場日坂宿です。宿場の名物はわらび餅だったそうです。わらび餅って結構昔からあるんですね。掛川周辺でよく育てていたクズの粉を入れて作っていたので、わらび餅と言いながら実はクズ餅だったと当時の文献でツッコミが入っています。本物のわらびの粉は奈良県周辺が名産地とされていて、奈良や京都ではわらび餅の名店が多かったそうです。八門のわらび餅をこれがわらび餅というのかと、みんな喜んで食べていたってことになりますよね。なんてことだ。さて日坂宿の中心にやってきました。味のある建物が並んでいてテンション上がりますね。建物には屋号が掲げられています。もともとの屋号なんでしょうか。ベンチと川屋がありました。旅人にはありがたい存在です。浜松を出発して約3時間、ちょっとだけ疲れが出てきました。ここでリフレッシュです。ここは問屋場ってやつを経営していた人のお宅です。問屋場は荷物や手紙を運ぶ拠点で、宿場と宿場をリレーのようにして運んでいました。浮世絵はこの先に控える鞘の中山を描いたものみたいです。とんでもない急坂ですけど、こんなに急なわけないよね。昔の人はオーバーだな。
てなわけで、今から実際に越えていきます。登り始めたばかりなのに、すでにギアを2速に落としました。っていうか、ここは本当に東海道なんですか？道を間違えてはいませんか？登り坂もやばいですけど、そもそも道の状態があまり良くありません。農家の人が1日1回しか使わない山道みたいです。さらに坂が急になってきて、カブが息切れを起こし始めました。でも2速なら最低の坂はいけるので、そのままで行きましょう。なんでやねん。佐藤ささら。二足ではカブちゃんがお亡くなりになられたので、反省を生かして今度は二足で一気に通過していく作戦です。やりました、無事通過です。でもこの先さらにヤバそうな坂が待ち構えています。こんなのカーブの内側を通ったら横転してしまいそうです。道の表面は湿っていたり、葉っぱみたいなものがあって滑りそうです。エンジンが不足でギリギリです。坂が急すぎて止まったら株を支えきれずに倒してしまうかもしれません。走っていても株ごと後ろに倒れるんじゃないかってくらいです。なんてことだ、もう助からないぞ。こんなヤバいところなのに、ところどころ家があるのすごいですよね。どうして、なぜなんですか？小さい夜と書いてさよと読みますが、木が生い茂っていて昼間なのに暗いからこう呼ばれているんでしょうか。中山は国と国を結ぶ街道にある山をこう呼ぶみたいです。さっきから一速ほぼ全開の走りが続いているので、エンジンが行き回ないか心配です。大阪と奈良を最短ルートで結ぶ暗がり峠というのがありますが、あの急勾配にも引けを取らないヤバさです。ここはさらに距離も長いです。この株90でギリギリなので、50cc の原付ならさらに厳しい戦いになりそうです。さっきに比べれば少し緩やかになってきました。でも2速に上げるとすぐ息切れしてしまいます。空が明るくなってきてお茶畑が出てきましたよ。さっきのお宅はお茶農家さんでしょうか？ここ牧之原大地と言います。周りよりも土地が高いので、ぐーっと上がった先にこんな風に景色が広がって見えて素敵ですね。牧之原ではたくさんのお茶が生産されています。明治になり幕府に仕えた人たちの仕事がなくなってしまい、ここ牧之原を開拓してお茶畑にしたんだそうです。わあ、すごいね。まるで空を飛んでいるみたい。東海道を走っているのを忘れてしまいそうな景色です。そろそろ峠の頂上が近づいてきました。峠の頂上には茶店があります。こんなところに茶店ってすごいですね。近くのお寺には夜泣き石伝説というのがあります。安産祈願に来た母親が峠の途中で山賊に襲われて切り殺されてしまいました。切られたところから生まれた子供を助けるため、母親の魂は石に乗り移り泣いていたところをお寺の人が気づいて子供を助けたそうです。水飴を食べて育った子供は立派に成長しました。ある時やたら刃こぼれをしている人に出会い、それはどうしたのかと尋ねてみると、峠で妊婦を切り殺したのだというので、この人は母親の命を奪った人だ、許すわけにはいかないと、子供はついに母親の仇討ちを成し遂げたと伝えられています。茶屋ではその当時の製法でもち米と大麦を使った水飴を売っています。
今日はやってなかったですけど、コロナの影響でしょうか、残念無念の岩谷園。厳しい峠を越えたので、下部に異常がないかチェックしました。チェックリストコンプリート。東海道は下部では通れない道だったので、県道で迂回してきました。ここは東海道本線金谷駅の近くです。ここでは古き良き東海道の石畳を再現しています。ここでも茶屋があって一服したいところですが、休業中でした。昔の人はこんな歩きにくそうな道で峠を越えていたのかと思うと、今は良い時代になりましたね。下部のブレーキがキーキー鳴くようになってしまいました。何をチェックしたんですか？東海道24番目の宿場金谷宿に到着です。東海道本線の駅からはちょっと離れているんですね。大井川に沿って走る大井川鉄道の新金谷駅が近そうです。本陣は武士などの偉い人しか泊まることができない宿場の中心的な宿です。金谷宿は峠と大井川に挟まれた狭い場所にあります。しかしながら大井川は防衛上歩いて渡ることしか許されなかったので、大雨で増水している時は長い間足止めされることが多かったそうです。その時の金谷宿の賑わいは江戸に匹敵したそうですよ。やばいですね。天竜川は深いので船を使って渡ることができたんですけどね。大井川では肩車やおみこしみたいにして担いでくれる専門の業者もいたみたいですよ。中には悪徳業者もいて、川の途中で追加料金を請求して脅す人もいたみたいです。怖いね。この大井川橋は昭和3年に架けられました。大雨で流されることもなく、年中安定して渡ることができるようになったんですね。箱根八里は馬でも越すが、越すに越されぬ大井川と言われた大井川ですが、現在は水量がかなり減っています。戦後の電力開発で上流にたくさんダムが建設された影響もありそうです。今ならワンチャン歩いて渡れるかも。知りませんけど。島田に渡ってきました。ここは世界で最も長い木造橋としてギネスにも登録されている蓬莱橋といいます。こんなでっかい大井川を木の橋でまたぐなんてすごいですね。長さは 897.4m あります。語呂合わせでやくなしとしてるみたいです。縁起がいいですね。実際この橋は明治12年に架けられてからずっとここにあるみたいです。通行料金として100円かかりますが、見てください、この絶景。迫力満点です。昔は、牧之原台地と島田宿を最短で結ぶ橋として、重宝されたそうです。東海道23番目の宿場、島田にやってきました。でっかい町だな。東海道本線に、島田行きってやつがありますが、18切符で島田行きに当たると、浜松まで行かねえのかって思っちゃうこともあるとかないとかですか。島田はもう静岡市との都市圏でとっても栄えているんですね。島田折り返しの電車がたくさんあるのも納得です。宿場も大変栄えていたようで、特に大井川が増水して何日も渡れなくなるときは金谷同様江戸のような賑わいだったそうです。足止めされすぎて
お金を使い果たしてしまう人が続出したので、家を貸す、お貸し屋、というのがあったそうです。今も地名に残っているみたいですよ。江戸から西へ向かう街道には、東海道の他に、信州や岐阜の山の方を行く、中山道というのがあります。川の増水で足止めされることがないので、意外と中山道は重宝されたみたいです。藤枝市に入ってきました。藤枝市の皆さん、みんなのアイドルのささらちゃんです。何やら川が見えてきました。瀬戸川というみたいです。春には桜の名所になるみたいです。でももう終わっちゃってます。残念無念の矢畑園。見てください。川の水が全然ありません。そんなことってあるんですか？やばいですね。カブのブレーキがキーキー言うのが止まりません。なんてことだ。もう助からないぞ。でも走行に支障はないので大丈夫です。この先、静岡市まで宇都宮峠という山道を越えていかないといけません。カブちゃん頑張ってください。これは一里塚の跡みたいです。隣には何やら古そうな灯籠があります。袋井にもありましたが、この辺りで信仰を集めている秋葉山の灯籠です。秋葉山は、ざっくり言うと、火災の被害を防いでくれる神様だったみたいです。昔は木造の建物が密集していたので、火事はとても怖いものでしょうから、信仰を集めるのも当然です。地図によれば、川を渡れば、東海道22番目の宿場、藤枝宿みたいです。藤枝駅は川の手前の方にあって、ちょっと離れています。でも、市役所とかの公共施設はこっちにあるので、駅の近くは新市街地って感じなんでしょうか。続きまして、東海道21番目の宿場、岡部宿に到着です。今は、岡部も合併して藤枝市になっています。ここは観光案内所的なところです。岡部には、玉露の里という、素敵な日本庭園で、美味しいお茶が飲める施設があるみたいですよ。今度、行ってみたいですね。岡部のすぐそこまで、山が迫っています。静岡まで15キロ、距離は近いですけど、この先の宇都宮峠は厳しい峠の一つです。いくつかルートがありますが、最も一般的なのは、国道1号線のバイパスです。昭和の時代に片側1車線でトンネルを掘って開通しましたが、平成になってもう一つトンネルを掘って、片側2車線になりました。今走っている県道は、大正時代になって車が通れるように設計された道です。見えてきました。大正時代のトンネルです。静岡市に入りました。でも宇都宮峠にはもう一つトンネルがあります。一番最初に開通した明治のトンネルです。車が通ることを想定していないので狭い道です。でも人や馬が通るには十分な幅と言えます。これまで登山道みたいな道を抜けていたことを思うと画期的なことなんです。明治のトンネルは照明のカンテラが燃えてしまい崩落して再整備したと書かれています。伝統じゃないんですね。時代を感じます。レンガ作りで、狭くて、暗くて、夜に来たらすごそうです。怖いね。宇都宮集落に降りてきました。秀吉の小田原攻めの際、古い道では大軍が進軍できないことから、宇都宮峠に新しい道を作りました。その時の褒美として、集落の人には陣羽織を与えられ、今も大切に保管されているらしいです。この道も、その時整備されたみたいです。素敵な街並みですね。正規の宿場と宿場の間の愛の宿でもあったみたいです。ここで一旦国道1号線のバイパスに入ります。左には道の駅宇都宮峠があります。静岡方面に2カ所、藤枝方面に1カ所の合計3つも道の駅宇都宮峠があるんです。どうしてなんでしょうね。東海道20番目の宿場マリコ宿に到着です。目の前に何やら茅葺きのお店が見えてきましたよ。
マリコ塾の名物とろろ汁が食べられるお店、長寿屋さんです。なんて素敵な佇まいなんでしょう。移築してきたみたいですが、建物自体は築350年以上経っているそうです。すごいですね。ゆっくり見ていたいところですが、今の時間は13時半です。閉店時間が迫っているので、さっさと家具を駐車場に持って行って中に入りましょう。ここで靴を脱ぎます。日本家屋って開放的な気分でくつろげますよね。入ってすぐのところにある芭蕉さんのお部屋です。キャパが広くないので普通奥の部屋に案内されますが、希望すればここで食べることもできるみたいです。なんか火を焚くところがあって素敵だね。奥の部屋に来ました。忠寿屋はいろんな時期に建てられた建物の集合体みたいです。それぞれの部屋にテーマがあって、この部屋は東海道53次全ての宿場の浮世絵が飾られています。私が旅人っぽいからここに案内されたのかな。うふふ、とろろ汁さんがいらっしゃいました。一番シンプルな定食です。もっといろいろついてくるやつもありますが、ささらちゃんは貧乏な旅人なので。でも麦飯もとろろもたっぷりあります。これで一人前です。たっぷりのとろろと薬味を乗せていただきます。はあ、お腹いっぱい。とっても美味しいとろろでした。自然薯に特製の出汁、美味しくないわけがありません。外には考察場の跡がありました。多分本物じゃなくてレプリカです。でも良い感じのやれ具合で本物っぽいですね。わかりやすい現代語訳が書かれています。毒薬は作っちゃダメって書いてあります。当たり前なんだよな。ちょうどのれんがしまわれました。東海道が現役の頃からあまり変わらなさそうな道幅なので、車だとちょっと狭いかもですね。この川は安倍川です。安倍川といえば安倍川餅、美味しいですよね。私も大好きです。ここを渡れば静岡市の中心部に入っていきます。安倍川もまた大井川同様に歩いて川を渡らないといけませんでした。お金のある人は専門の業者に乗せてもらって川を渡ることができました。ある時和歌山出身の漁師がお金をケチって自力で川を渡ろうとしたところ、服を脱ぐ際に大金を落として気づかないまま行ってしまいました。お金を拾った地元の人は慌てて追いかけ、宇都宮峠で無事に追いついて渡すことができたんだそうです。漁師は礼金を渡そうとしますが、拾ったものを落とし主に返すのは当たり前のことだと言って申し出を断り戻っていったそうです。この話の記念碑が今もあるみたいですよ。いい話だね。さて、駿府城公園にやってきました。ここが東海道19番目の宿場府中宿の中心と言っていいんじゃないでしょうか。素敵な公園ですね。県庁など行政機関は駿府城の外堀の中に集中してるみたいですよ。攻められても安心だね。静岡鉄道の電車さんがいらっしゃいました。かっこいいね。静鉄は東海道本線と並行するように港町の清水までを結びます。駅が多くて本数も多いのでいい勝負してるみたいです。清水の中心部にやってきました。東海道18番目の宿場江尻宿です。清水の港が近く、物流の拠点として蔵がたくさんあり、物資は船で江戸へと運ばれていきました。現在の東海道は古き良き商店街となっています。宿場の跡の多くは空襲で燃えてしまったみたいです。港町独特のルールとして船考察というものがありました。これは暴風などに遭っている船には助け船を出すことや、船が壊れた時には力を合わせて積み荷を引き上げることなどが定められていたそうです。助けに参加した人にはご褒美もあったみたいですよ。なんだか可愛らしいルールですね。興津の町に入ってきました。右手の建物は西園寺金持という政府の超偉い人が建てた別荘です。本物は愛知県犬山市の明治村に移築されていて、今ここにある建物は再現されたものみたいです。左手にお寺の門のようなものが見えてきました。清見寺と看板が出ています。
興津は避暑地ならぬ避寒地として人気があり、中でも駿河湾を望む高台に位置するこのお寺は、朝鮮通信使など海外の要人を接待するのに利用されたり、夏目漱石など著名人が多く訪れています。というわけで、かなり歴史あるお寺なんですが、明治になってここに鉄道を引こうってなった時、国からもかなり謝られ保証金が支払われることになりました。しかし住職は日本の発展のためぜひ鉄道を引いてもらいたいという思いがあり、保証金は全て寄付したんだそうです。すごいですね。興津や政権次長の住人は鉄道のルートに東海道が選ばれるととても喜びました。鉄道のことをよく知ろうと専門家を呼び寄せて宿場で宴会を開いたんだそうです。熱心な誘致活動が繰り広げられ、無事興津駅が誕生しました。今では興津駅で折り返す列車もたくさんあり、重要な駅の一つになっています。興津からは山と海に挟まれた厳しい地形を越えることになります。今走っている佐多峠です。下部で一速全開、エンジンさんからやばい音がしてますが大丈夫でしょうか。距離は短いので割とすぐ頂上に着きました。海だ。頂上は駐車場になっていました。見てください、見事な富士山です。綺麗ですね。なんとか日没までに来ることができました。でもここだけではありません。この先に展望台があるみたいです。行ってみましょう。ここの峠から見た景色はとても有名なので、見たことある方も多いんじゃないでしょうか。駐車場には公衆トイレもあります。嬉しいね。みかんがたくさん売っています。この辺りはたくさんのみかん畑があります。絶対取れたてですよね。お土産に買っていこうかな。階段を下ると早速たくさんみかんがなっています。こんな崖みたいな場所に、すごいですね。通路にはレールが敷いてあります。みかんのためのモノレールでしょうか。ちょっと乗ってみたいです。みかんを育てているってことは温暖な地域ってことですよね。避寒地の意味がわかる気がします。夕方の海は綺麗ですね。富士山も綺麗に上だけ雪化粧していて、ザ・富士山って感じで綺麗です。展望台が見えてきました。やりました、貸し切りです。今ではすっかり人気観光地なので混み合うことも珍しくないんじゃないかな。ライブカメラも設置されています。でも自分の目で見る佐多峠の感動は100倍です。昔は崖の下は海だったみたいです。崖の中腹に道みたいなのが見えますけど、あれが東海道です。これからあそこを通って龍宿に行きます。左から東海道本線、国道1号線、東名高速道路です。東名高速は特に高潮の影響を受けやすく、波が高い日は時々通行止めになります。まあ埋め立て地だからね。あまりにも交通の大動脈すぎるので崖崩れしないように現在工事中です。新東名ができた恩恵はここでも感じられますね。それでは佐多峠を下って龍宿を目指しましょう。さっき展望台から見た時はあんな日蓮歩道みたいなところを行くんですかって思ったけど、実際に走ると下部なら楽勝の道でした。東海道としての役割を終えて今は農道みたいですね。みかん畑と眼下に広がる海についつい目を奪われてしまいますが、下は崖なので落ちたら死ぬやつです。やばいですね。だいぶ降りてきました。急な下り坂の連続です。道幅も広くないので車で来ると怖そうです。佐多峠に車で行く人は興津側を通るのがおすすめです。集落が見えてきました。東海道16番目の宿場、龍宿です。興津から龍なんて国道1号線なら一瞬で着いてしまう距離です。でも東海道じゃなきゃ気づかなかった景色があるんですね。ちょっと感動です。この道幅、雰囲気、龍宿からは東海道の面影を感じますね。ですが
多くは明治時代以降に建てられたみたいです。江戸時代の建築物とのハイブリッドでしょうか。ここは東海道あかりの博物館です。大正8年に建てられた民家を改装して博物館にしているみたいです。現代に至るまでの照明に関する展示が1000点以上展示されています。しかもご主人のコレクションなんだとか。丸いポストさん、かわいいね。小池邸は江戸時代この辺りをまとめていた名主の家です。税金の取り立てや管理、戸籍の業務などをやっていました。建物自体は明治時代になってから建てられましたが、入り口や壁、石垣など江戸時代の名主の家の特徴は残しているので登録有形文化財に指定されています。名主さんは役人的な立ち位置ですが、身分的には百姓にあたるみたいです。支配する側の領主と百姓とをつなぐ役割を持っていました。千人御長みたいな感じでしょうか、知りませんけど。入り口を見るとやたら扉が小さいことに気づきます。これをくぐり戸というみたいです。なんでわざわざかがまないといけないような構造にしたんでしょう。よくわかりませんが、入るときに強制的に頭を下がるようにしているので礼儀が良いとか、刀を持った人が攻めにくくなるとかでしょうか。由比本陣公園にやってきました。その名の通り本陣があった場所です。立派なもんですね。本陣って維持費がかかるのに宿泊代金は謝礼という形で支払われていたので、泊まる人の言い値ですから経営がやばいところが多かったみたいです。物見やぐらまでありますね。有力な武士など偉い人が泊まるので変な人が来ないか見張るんでしょうか。近くにある由比川って大雨が降るとめっちゃ増水して流される人がたびたびいたんで吉ヶ井川って呼ばれていたとか、本当なんですか。本陣の跡地は公園と美術館や交流館が建っています。せっかくなら営業してる時に来たかったな。東海道の街道沿いには水路のようなものがありますね。これは馬の水飲み場だったみたいです。道のそばにあるのは珍しいんだとか。明治天皇もここで何度か休憩しているみたいです。日没が近くなってきたので本日は富士市に泊まっていこうと思います。ご視聴ありがとうございました。というわけで、ごきげんよう。